はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ついにやってきましたジョジョセレクションですね、かなり久しぶりな感じですけど、いつ来るのかいつ来るのかと思ったら今日ですね、早速やってまいりました。ということでね、私もジョジョセレクション、弾いてみたいと思います。ルールですね、今回は目玉、1セット目でですね、ウンドゥールが来ます。まあ、私の場合はもうすでにウンドゥールはね持っているので、ソナーですね持ってますので、本来ならば引かなくてもいい状態ですけども、やはりこれはですね覚醒して、アビリティアップすることによってさらに周回がね、早くなるということでやっていこうと思います。そしてですね、ビッグアップがついに、期間限定のね、初めてですかね、期間限定のみでやられる、開催されるっていうのはね、前回はね、フルショーの時は、なぜかハッピーとかね入ってて、これはいらんぞというふうな感じでしたので、まあ、ピックアップで狙えればなと思います。そして何よりもですね、今回はだが断るのロハンですね、これが、手に入ると可能性があるということで聞いていこうと思います。そしてですね、まあ、期間限定は、今回すべてね、すべてじゃないですね、糸口とか入ってはおりませんが、セレクションの候補に入ったものはすべて入っているような感じなので、まあ、それを、と狙えればなという感じです。まあ、深追いは禁物ということですね。そして何より、降臨限定ですね、降臨も手に入るので、ビバラ、これがね、ビバラとシーザー、これを引かない限りはいいんじゃないかなという感じですね。持ってないのが、白のねダルカス、ブラフォード、ストレイズ、マニッシュボーイ、そして、ナンテネンですね、持ってないです。ちなみに、今回ので持ってないのが、期間限定で持ってないのが赤コウタロウ、赤尾九条のジョセスケ、ジョセタゴですね、こちらが持ってないのでしっかりと、引いていきたいと思います。まずは3セットですね、引いていこうと思います。詳細で見てみて、セペリが4ですね、欲しいのがクラッカーボレー 0.3、 ちょっとどういうところですね、運動がね 4%、 まあ持ってるので引けなくてもいいかなとは思いますが、そうですね、占有印とかもありますけども、 SR がねちょっと高いですね。まあ1を超えてる SSR はないということで、確率的に一番高いのが、0.4 ですね。では引いていこうと思います。まずは1セット目ですね、1セット目参ります。さあ泡の色は何色だ、そして虹は現れているのか、さあどうだ、なりましたね。はい、どん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 、小市くん、さあ2枚目ドラララララで、また小市くん、3枚目ドラゴドゴドゴドゴ、あーいやー、4枚目ドゴドゴドゴで、キラの親父、さあ5枚目、そろそろ1枚ぐらいまで出てきてほしいが、ハザマーダー、6枚目どうだ、あ、これはもしかして出ないパターン、7枚目、おっと来た、2枚以上確定、さあどうだ、来るか、ウンドールプラス1、これはありがたい、ウンドゥールプラス1です。さあ2枚がで、これで8枚目、さあ最後の1枚、最後の1枚、さあ何か新ユニット、持ってないユニット来い、赤屋上ゲットだぜ、やりました、赤屋上来てくれました。限定でね、確定以外で持ってないのは来ると嬉しい、嬉しいです。さあニューというね嬉しい文字が出てきました、ありがとうございます。さあバイツはかからず、ワンツースリー、さあドラララララで
ジョセフさん2枚目ドラララララ3枚目はあるかな、どうかな、ケニジー3枚目来てもこれは復活抽選ならず、さあ終わってしまいました。いやーでもこれはありがたい。さあアビリティアップ、アビリティアップやりました、プラス8、幸先いいですね。さあそしてウンドゥールがもらえました。さあここはですね2セット目いきましょう。2セット目参ります。さあ泡の色は何色だ、稲妻走ってくれよ。さあどうだ、うん、さあどうだどうだどうだ、ロハンドラララララ音いいし、2枚、3枚目ドラララララで R が続く、これはちょっと寂しい感じ、ドラララララで、うん、金大地4枚目ドラララララララで、いい5枚目ネズミ、動物が続いております。さあどこ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 で、ナトニオスタンスは来ない、あ来ないな、7枚目また金大地、8枚目あこれでラストですね、9枚目おロハンゲットです、だが断る、やりました、ありがとうございます、だが断るゲットだぜ、バカつきしております。さあよかった、これでなんてネインもが手に入ればなおのことよい。そしてバイスはかからずワン、さあドラララララでこんなあれ、あちょっと失礼いたしました、ちょっとね、うん、画像が変になりました、失礼いたしました。いやー荒ぶっております。そして3セット目ですね、今度は持ってないのがジョセスケ、ジョセ太郎、そして赤光太郎ですね、屋上ではなく屋上は取りましたので赤光太郎ですね。では3セット目ですね参ります。さあ泡の色は当然虹、そして稲妻が走っているかどうかです。さあどうだ、どこ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 、セペリー2枚目どこ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 で、お兄ちゃん慶長ですね。さあ3枚目ねえな、4枚目はカーズ様、さあ5枚目1枚は確定しているのでそろそろ出てきてほしいところ、6枚目まだです、これはもしかして1枚のみか、さあ7、おっと来ました、さあピックアップが来るか、ピックアップはジョセタの、ジョセタのでジョセつけ、ありがとうございます、これは嬉しい、持ってないユニットが増えるっていうのは嬉しい。さあそどこどこどこね、音いいし、さあこれでラストは期待は十分、お前かい、いやこれは足りなんじゃないんでしょうか、うん、ワンツースリー、さあどこ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 で1枚のみ、リサリサ先生、さあ2枚目どこ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 でボインゴ、さあ3枚目なし、これはいいですね。さあセペリさんは何気にプラス確定1、うん、いや当たってますね、爆死覚悟だったんですがこれはありがたいですね。はい、3セット引いてよかったんですけどちょっと好調だったので深追いをしてみようと思います。そしてこれでダメなところを表したいと思います。深追いは禁物だというところを表してみようと思います。ではですね、さあ6セットまでいきます、4セット目参ります。さあ泡の色は何色だ、そして虹は輝いているのか、さあどうだ、おっといきなり来たぞ、テレンスゲーム、ゲームインですね、ゲームテレンス、ゲームインじゃないですね、テレンス、不明がテレンス、
さあ3枚目4枚目はいきなり来ちゃったね F メガ。さあでも F メガは降臨ユニットではないですね。5枚目、さあジェガイルな。6枚目、これは上がらない。7枚目は来ないですね。さあ8枚目です。あ、これがラストですね。数え間違えております。サニアレググ。いやーお前たちではないなー、さあこれが深追いをしていった男の結末です。当たってはいるのでよしとするべきなのか。さあどんどん頭が良くなっていくのか悪くなっていくのか。さあこれはプラス2。まだまだね覚醒してなかったんでよしとするべきなのか、難しいところですね。さあ5セット目ですね。5セット目、参ります。期間限定ユニットすでに2枚持っているので深追いはするべきではないのは分かっておりますが、さあどうなのか。どこ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 、ジョースケ。さあ2枚目、ジョセフ。3枚目は、さあそろそろ1枚は出てきてほしいが、ネズミ。4枚目、ネゴグーサー。5枚目、イナズマ走っているが、来てない。アンジェロ。6枚目、どこどこでシーローでタルカース。7枚目、これも連続タルカス。8枚目、また連続タルカスなのか。怪人ルビー。さあ9枚目、よし来ました、よしよし来ました。いらない、ここでファイター出すと。マジか、ここではいらなかった。ファイター出すと、いやできることならファイターね、もうもっともっと来てくれよとか思うんですけど、いやー深追いするべきではなかったか。さあ6セット目です。6セット目、来てないユニット来てください。では参ります。さあピックアップ、ピックアップは何が来る、ピックアップは何が来る。さあ稲妻走っているのかどうなのか。さあ1枚以上は確定しております。さあロバート、言いにくかった。さあ宮本。さあ3枚目、金大師よく出ている。4枚目、小市くん。さあ5枚目はフンガーミー。音、音声が取れました、失礼いたしました。7枚目、これは1枚のみ。ピックアップは何が来るか、テレンスですね。テレンスが来た。さあピックアップは何が来る。おっと1枚数えまし違えました。さあ9枚ラスト。さあピックアップ、ピックアップ何が来る。時計、嬉しいようで嬉しくないようで、ありがとうございます。時計来てくれました、ありがとうございます。時計が来てくれた。ワン、実のところ時計は結構覚醒しておりますのでアビリティアップしてくれればいいところですが、さあどうだ。ノー、深追い、これほどしてはならないということをね実践していこうと思います。はい、7セット目、参ります。さあ泡の色は何色だ。そして稲妻走っているのか。さあそしてドラララララで、ジョータロー、 R のジョータローですね。さあ2枚目、ジョセフ。3枚目、ドラララララでストレイツを、そういうのストレイツも来てないですね。さあストレイツを、これは SSR ストレイツ王が来る予定か、来なかった。いい。さあ6枚目、ジョナスさん。7枚目、どこどこどこで、これは来てないような感じだ。さあ9枚目、さあ来い、ああもうこれは、あこっちが9枚目です。さあどうだ、SSR コズ残念。さあワン、
ここでワモアが輝いてくれれば、カオイのしすぎはマジでヤバめです。さあ8セット目ですね。8セット目参ります。さあ青ワンの色は何色だ。そして稲妻走っているのか。さあどこ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 でカーン2枚目ドラララララでチャカ3枚目どこどこどこでデュオー R しか出てないぞ。さあ5枚目これは伝説を作ってしまうか。6枚目もっとようやく出てきた。しかしこれは SR7 枚目これも8枚目ドラララララでアレッシー。さあ9枚目何が出てくる。これはあーおっと風間違えてた。おっそして SSR が来てお呼びじゃない、お呼びじゃないぜ。ワンワンモアが輝くのか。ドラララララでイギーさんですね。さあ浴びてアップせずどれだけ欲しかったかねって思いましたけど。さあ9セット目です。ジョセ太郎赤こう太郎ですね。聞いてください。では参ります。ウンドゥールもお待ちしております。さあこれで何はともあれラストにしましょう。さあどこ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 でロハン。さあ2枚目イギーよく見る。さあ3枚目稲妻が走っているかどうかによって考え方が変わってくる。さあ4枚目で何が来るか。ジョースケ5枚目ジェイガイル。さあ6枚目どこ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 で、そろそろ出てきてほしい。出てきてください。これは8枚目おっとあおっと8あうわー太郎だよ。太郎が欲しかったんだ俺は。あそしてこれでうわ太郎が欲しかった。太郎が稲妻走っているがピカチュー山岸ゆきかっここれは悔しい悔しいな悔しいな悔しいな。ということで10セット目参ります。さあ深追いは禁物な状態になりました。6セットでやめておけばという感じですね。さあどうだジョースケ。さあドラララララでズンパチおじさん。さあ2枚3枚目ジェガイル2枚目セペリー。さあ5枚目どこ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 でそろそろ1枚出てきてきて安心させてほしい。さあ7枚目ポロポロ続いてます。さあ8枚目もこれは2枚以上確定しない。さあラストはどうだ。あれあれもしかしてあれあもう1枚だもう1枚おおどおおど4太郎だろういいっすね。ワンツースリー。さあドラドラドラで稲妻走っても上がらないっすね。おっとにおっと来ました来ました2枚で何が来る違うせめて戦友員が来てほしかった。おっと3枚目いや当たってはいます当たっております。さあアビリティアップありがとうございます。まあ、4太郎アビリティアップは嬉しいですね。これは確定してないからギフトユース卒業。最近というか全く出番がないですからね。さあ涙の11セット目参ります。さあ泡の色は何色だ。そして稲妻走っているのか。さあドラララララララで
クヤス、さあ2枚目どこ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 、おジェイガイル3枚目、さあ1枚が欲しいところ、まだねえな。さあ4枚目金大地、5枚目どこ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 で、セペリ6枚目どこ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 、ネコブースター、さあ8枚目、おっとこれはもう期待が持てない。さあラスト、うわ出なかった、うん、もう一枚、でもさあこれで2回目だったかな、2回目まああってはいる方ですが、バクシ確保だったんですが、本当にバクシしております。さあ本当にやめ時を間違えないようにしましょう。ラストですね、12セット目参ります。さあ泡の色は当然虹もしくは青ですが、宮島が走っているかどうかですね。2枚目ホース3枚目ドナルドララで、コリオスさん4枚目ダビーエレスピーダーヘルスダニエル・ジェイダイブですね、はい、5インゴ6枚目そのストロン7枚目来てください。ナニシボール、これは1枚のみか、最後の1枚、さあ何が来るルート、赤を高太郎風花応援してよかった。風花応援してよかった。こうなると女性太郎がますます欲しくなる、女性太郎が欲しくなるな。女性太郎が欲しくなる、ますます欲しくなる。しかしここもう深追いはやめておきましょう。さあそしてねこれが来てムンドゥールですね。さあ一括セット取っちゃいましょう、もう早くアビキャップならずですね、残念でした。なんていうわけないだろう。では参ります、13セット目参ります。さあもうねここからはね見ていきましょう。ここまで来たらもうおっと、はい、じゃあ行きますよ。1位2位3位4位5位6位7位8位、さあラスト、さあ何が来るか、おっと一が確定しております。さあ何だ、おっと脇ハモ、さあバイタダストかかってくれ、かからずワン、さあ何が来る、ヨハン先生ですね。さあ脇ハモ覚醒してくれるか、アビタップせずちょっと残念、必須ユニットですかね。さあ15セット目参ります。ハモはね絶対手に入れておきたいユニットです。さあここで稲妻走っています。さあどうなんだ、ゼロか2枚以上ルー、さあ2枚目どこどこどこ、さあ佳境院が出てきて3枚目ドラドラドラでゼロか2、怪人ルービー、さあ4枚目小市くん、6枚目5枚目ですね、ジョナスさん、さあ6枚目これは飽きてない、もう難しいですね。さあ7枚目はあもうもうあかん、もうあかんですね、ゼロですね、ゼロだ、ゼロかですね。さあこれで3回目の金アワンになりました。金ですね、さあワンツースリー、ここでねバイザーかかってもどうしようもないですからね。さあワゴン
ソースを3枚しかしですさあ15セット目参ります。さあ限定のね女性太郎がね出てきてくれればいいんですが、おっとここで稲妻がかかっている。さあ2枚以上は確定、やりました。そしていきなり出てきたのがなんだ女性太郎降臨降臨とマジかマジかはいこれでしょ。お2枚目シットですね。3枚マジか不可本質、ちょっと残念があるところを取りたかったんですけど、もう笑いがしか止まりません。笑いが止まりません。何セット目か外れました。いやすーこれやってよかったな。敗者としてねどうにかしてやっていこうと思ったんですが、さあこれがラストでしょう。うん、こんなのいらない。おお、まだまだあった。降臨ユニットですね。ああ荒ぶってますね。さあ SSR4 枚獲得です。しかも女性太郎です。女性太郎付きです。いやありがとうございました。まあありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。赤屋上が、まあ、屋上じゃないですね、なんだっけ忘れたチームプレイですね。チームプレイ。おっと小石くんは上がらず、アクト3は上がらなかったか。さあプラス1、荒ぶってましたね。はい、本当の本当にこれで最後ですね。持ってなかったユニット全部手に入っちゃいました。ちょうど初日ユニット、800枚ですね。本当にありがとうございました正直笑いが止まりません。これで期間限定ユニットは全てゲットということとなりました。本当にありがとうございます。これからは、深追いをせずに済みそうです。本当にありがとうございます。いやーよかった。あとはね年末じゃない4周年記念の降臨ガシャですね。降臨ガシャで全ユニット、ゲットして、希少以外は、超降臨の希少以外は、全ユニットゲットという風になればと思いますが、一つ忘れてもらった工場ユニットで一つだけ取っていないのがあります。でもあえてここでは言いません。そいつの存在は忘れておきます。さあ長々と、やっておきてしまいましたが、ロレツがちょっと回っておりません。終わろうと思います。最後までね、本当に動画を見ていただいてありがとうございます。いや本当によかった。またね、今度は4周年記念の降臨ガシャですね、超降臨ガシャ回そうと思いますんで、お待ちください。ではラストバトル、ありがとうございました。